さあ本日も牧場物語やっていきたいと思います。で、季節はなんと冬になりました。冬の次1日ということで、めちゃくちゃ寒そうだな。だけどペットたちはめちゃくちゃ元気っていうね、この矛盾よ。俺は寒すぎて仕方ない。はい、ということで本日はですね、冬の月ということで冬にやらなければいけないこと、そこについて話していきたいと思います。で、まずはちょっとね、上に上がっていきたいわけなんですが、まず季節のイベントを確認していきましょう。で、冬の月のイベントとしましてはこちらですね。釣り大会か、来ましたね。初の釣り大会、これは楽しみです。で、次は25日に雪祭り、おお来ましたね。冬の月25日雪祭り、逆にそれ以外は特にイベントはないみたいです。あとは住民たちの誕生日がありますね。お、いおりくん、まさかの28日か12月28日がいおりくんの誕生日みたいです。まあそういったところで今月も様々な住民の誕生日があります。なるほどね。まあそんなところでやっていきたいと思います。さあ冬の月のイベントは2つか、こちらのイベントをぜひ皆さん覚えておきましょう。ではこのまま牧場の方に行きましょうか。さあ牧場、冬の月ということで、うわ全然違うな。おお、すごい。うわ、待って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 、木がめちゃくちゃ生えてんだけど。え、何これ、ちょっと待って、月が変わった瞬間にめちゃくちゃ生えてるよ。冬の月のイベントを確認したので、次は真っ先にやらないといけないこと、皆さん何だと思いますか。そうです、作物を植えなければいけないです。なので時間も時間なので、木を切り倒したら町の方に出かけたいと思います。で、作物を育てていきましょう。種をまかないとダメなんで、やっぱりこのゲームお金が重要なんで、しっかりと作物は育てていきましょう。ただスプリンクラーのおかげで自動的にお金が入ってくるからさ、めちゃくちゃ楽です。手間なのは収穫と、あとは種をまくだけか。面倒なのは種をまくところと収穫だけですからね。他さあ冬の街にやってきました。うわめちゃくちゃ寒そうだな。うわーすごいことになってるね。さあまずは雑貨屋に行きましょうか。さあ雑貨屋に行きましょう。さあラインナップはどうなっているのか。だけど牧場物語って冬に作物を育てるってイメージあんまりないけどね。さあ種を買っていきましょう。果たして冬に育つものはあるのか。じゃがいもがまず育ちます。で、人参か、なるほどね。で、チンゲン菜、おお、なるほどね。大根の種で、他はごぼうの種、ブロッコリーの種、連作作物、これいいね。ブロッコリー行きましょうかね。ブロッコリー、白菜か、けどこの中だったらブロッコリーが有力か。やっぱ連作っていうのがでかいよなってことで、ブロッコリーを購入していきたいと思います。さあまずは種まき、種まきをやっていきましょう。ついでに喋りかけて、よいしょと。この街は気に入った。それだけか。なんかさ、あつ森以上に住民たちの反応淡白じゃないか。一言だけだからね、もうちょっと喋ろうぜっていう、せっかく喋りかけてんだからもうちょっと友好深めたいよね。さあ上の方に行きましょうか。で、冬の月ということで、もうここまで来たらほとんどの方がこのゲームに慣れてるんじゃないかなと思います。なのでこの冬の月までには全ての道具は最低でも金までグレードアップしておきましょう。やっぱりね、道具がグレードアップすると全ての作業が効率的になっていくので、これはねかなり重要ですよ。お金稼ぎも重要なんだけど、道具もしっかりと強化していきましょう。あとはね、家の増築にも取り掛かってもいいんじゃないかなと思ってますよ。冬の月になればだいぶお金も貯まってると思うので、僕はね一応2階建ての家に今住んでます。で、これよりもう一個上のランクの家があって、確かそれが豪邸だ。さすがに1年目で豪邸は難しいと思うので、そこは狙わなくていいと思うけど、最低でもこの大きな家、2階建ての家にはしておきたいところです、この冬の月までには。そして作物についてなんですけど、僕はね連作作物をおすすめします。で、これがなんでかっていうと、この種をまく作業がねなかなかめんどくさいんですよ。なかなかめんどくさいので、連作だと1回まくと約3週間ぐらい種まきをねしなくて済むんですよ。ただ例えばさっき売っていたジャガイモとかだと、1回収穫するともう1回種植えないといけないから、それが大変なんですよ。だからね、連作作物をおすすめしますね。時短になると思うので、効率的かつ時短ですよ。で、なおかつスプリンクラーと組み合わせることによって自動的にお金を稼いでくれるっていうね、まさに神みたいな金策ですよ。何もしなくても金が入ってくるみたいな。いや、びっくり仰天よね。何もしなくてもガチでお金入ってくるからな。ただ最初の種まきと収穫だけやらないといけないってことですね。で、それと同時に冬の月もですね、しっかりと素材集めしていきましょう。やっぱりね、このゲーム素材がかなり重要になってくるんで、1年目は丸々素材集めに時間を費やしてもいいんじゃないかなと思ってます。結婚に関しては2年目以降でいいと思うので、まあそこまで焦る必要はないんじゃないかなと思いますね。ただ結婚候補自体は選定しておく必要があるのかなと思っていて、狙ってる子がいるんであれば毎日街に出かけて喋りかけていきましょう。喋りかけるだけで好感度が上がっていくんで、
とりあえず何もなくても毎日喋りかけるようにしておいた方がいいんじゃないかなと思います。あとは結婚まで行くのに結構時間がかかるからさ、2年目に結婚を目指してるんであれば、1年目からある程度喋りかけておかないといけないので、やっぱり日々喋りかけるのが重要かなと思います。まあ、地道な努力ってやつかな。まあ、素材集めとかお金稼ぎにせよ。このゲームね、地道な作業が多いからさ、一気にやるというか徐々にやるって感じだからね。だからそういったところを意識してやっていきましょう。あとはね、道具のスキルもできるだけ上げておきたいですね。最低でもオール8ぐらいは言っておきたいかな、冬の月であれば。冬の月っていうことは実質1年目の終わりでしょ。これで1年目終わりですからね。なのでそれまでにはスキルは最低でもオール8まで言っておきたいところ。ちなみに僕は主要なものはオール8超えてますね。ただ、キノコとか釣りとかに関しては、まあ後回しでいいんじゃないかなと個人的には思ってますね。あと、蜂蜜とか料理とか。料理もね、余裕があればしていきたいんだけど、まあここに関しても2年目でいいんじゃないかなと個人的には思ってますね。あとはコミュニケーションがちょっとダメだな。レベル6か。もうちょっと上げとかないといけないな。コミュニケーションイコール、住民と会話した回数なんで。要するに自分は住民と全然話してないっていうことだからね、レベル6っていうことは。だからね、もうちょっと意識して喋りかけるようにします。じゃないとね、住民との好感度ってなかなか難しいからさ、上げていくの。早め早めにやっとかないといけないよね。さあ、そして放牧もしっかりとしていきましょう。で、あとはですね、今動物小屋があると思うんですけど、これのグレードアップしたバージョンが実は存在するんですよ。まあ、ほとんどの方がそちらも知ってるんじゃないかなと思っているんですけど、そちらの大きいバージョンもぜひね、冬の月までに作っておきましょう。そこら辺に関しては、やっぱり1年目までにやっておきたいところですね。そこは最低限クリアしておきたいみたいな。そこをクリアすることによって2年目にスムーズに入ることができるんでおすすめですよ。ただこの1年でうちの牧場もかなり進化しましたよね。そして月が変わったということで、こういった形で新しい動物たちもいるわけなんですよ。で、今回はバッファローか。すごいね、可愛くない？はい、バッファローくんがやってきましたと。で、ここに動物がいるのでしっかりと勧誘していきましょうか。そう、月が変わるとね、新しい動物が現れるんですよ。で、今回はバッファローでしたと。じゃあ、名前はバッファローでいいかな？もうそのままでいいでしょ。もうそのままでいいんじゃないかな。はい、バッファローっていうことで名前を付けさせていただきたいと思います。ただ、ひらがなにしとくわ。はい、バッファロー。可愛くない？ひらがなにすることによって可愛くなるよね。で、今回バッファローがたまたまいたわけなんだけど、他にもいる可能性がありますね。さあ、他にも動物がいるんじゃないかと思ったらいたわ。こんちゃっす。で、君はウサギ灰色。マジか。灰色のウサギとかいるんだ。マジでめっちゃ可愛くない？はい、てことでこちら買っていきましょうか。で、君の名前ウサちゃん。てことでこちらも皆さん忘れずにしっかりと勧誘しておきましょう。冬しか勧誘することができないからね。で、サホーク羊っていうのも、あーマジか、スキルレベルが足りません。マジで？動物や鳥のお世話をしてみましょう。マジか、まだ勧誘できないのか。信じられないわ。で、あらららら、ら石炭が足りないのか。ちょっと石炭取りに行きましょう。クラフトで石炭を作っていく。さあ、これで OK やな。で、これで、いやだけどね、牧場も全然雰囲気違うな。やっぱり月によって全然変わりますよね。さあ、石炭を入れていくと。この湖ももうすぐ干上がりそうですね。いやー、長かったな、この湖も。めちゃくちゃ長かったわ。石炭どれぐらい使ったんだろう。相当使ってますよ。で、ちょっと右の方に行きましょうか。そういえば、こちらの水耕プラントも直さないといけないんですよね。オリハルコンがまだ揃ってないから、直すことができないんですよ。オリハルコンやらないといけないんだな。オリハルコンがまた大変なんですよ。なかなか手に入らない。まあ、一応ね、半分ぐらい手に入ったんだけど、逆に言うとまだ半分しか手に入ってないわ。もうちょい時間かかりそうですね。さあ、幻の木を切っていきましょう。あとは、冬の月までに、ぜひね、全施設しっかりと開放しておきたいですね。2年目になるまでしっかりと開放しておきたいところなんだけど、果たして水耕プラント、俺は開放することができるのか。あと、オリハルコンだけなんだよ、マジで。これがね、大変なんだよな。まあ、一応ね、オリハルコンの効率的な入手方法は分かってんだけど、それにはね、資金力が足りないんですよ。一応、オリハルコンゲットする方法は分かってんだけどな。ただ、お金が追いつかないよねっていう話で。冬に釣り大会って、冷静に考えて珍しいよね。釣り大会ってさ、俺の中では、
夏ってイメージが結構あるんだけど、同じような人いませんか？冬に釣り大会ってなかなかないよな。そもそもさ、冬に魚ってそこまで釣れないでしょ。そこまで釣れるイメージないんだけど。全く釣れないってことはないけど、夏とかと比べるとどうしても少なくなっちゃうよね。なんで冬に釣り大会なんだろう。謎だな。このゲーム謎すぎるでしょ。なんでなんだろうね。まあ、理由があればね、納得できるんだけど、理由特にないよな。はい、ってことでそんな感じですと。あとは水耕プラントだけか、施設に関してはそこだけなんだよな。あとは大規模な農場も作ったし、まあ、ここは完了ですと。で、あとはね、今同時並行で進めているんですが、牧場のレイアウトもね、どん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 取り組んでいきたいですね。オブジェクトをゲットしていきたい。まだまだ置けるオブジェクトが少ないから、おしゃれな農場まだ作れてないんですよ。お、すごいことなってるな。さあ、オリハルコンをゲットしていきましょう。なんだかんだでさ、この石割りの谷めちゃくちゃ使えるよね。特にオリハルコン狙いであれば。ここの谷だけでオリハルコンどんだけゲットしたんだろう。相当ゲットしましたよ。まあ非常にありがたい話ですね。さあ、破壊していく。気持ちいい。めちゃくちゃ気持ちいいな、これ。さあ、破壊していこう。気持ちよすぎでしょ、これ。さあ、破壊と破壊神やな。ただ、金鉱石もだいぶ集まってきましたね。さあ、オリハルコンゲットしていく。言っても、冬の月の間には水耕プラントは修復できそうですね。登場していくと。オリハルコンも順調に集まってるんで、多分大丈夫じゃないかなと思ってます。さあ、そういったところで今日の動画、この辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。